はい、こんにちは、ココムです。今回はゼブラのネルガード GR を紹介したいと思います。ということで、こちらは11月9日に発売された新商品になっています。コメントでたくさんいただいたり、他の方が動画出していてすごく盛り上がってる商品になっています。では初見レビューですが、やっていきたいと思います。ということで、開けてみました。このようになっています。ちょっとね、マットな質感のブラックになってますね。テカリがなくていいですね。で、ラインナップは私が買ったブラック、そしてブルー、レッド、コーラルピンク、ミントグリーン、ホワイトがあります。で、こちら GR の特徴は指が痛くないグリップ付きということでね、すごい太めでラバーのグリップになっています。ただこちら、今までに見たことのないラバー構造になっています。それが上下で質感が違う2層構造になっています。上が程度の硬さでしっかり握れる、下が力を分散させて指が痛くないという構造になっています。ちょっと分かりにくいんですけど、この上の方がね、固めになっています。なので手が痛くなりにくくもなってるし、ここが硬いので安定して持てるようにもなってるのかなと思います。ただね、こうやって寝かせて書く人だったらあんまり意味がなくなってしまうのかなと思いました。ちなみにここの弾力ね、そんなに柔らかくもなく硬すぎもなくっていうね、すごいちょうどいいなって思います。長時間使っても痛くないということでね、集中力が持続するわけなんですけど、モデルガードもね、折れないということで集中力が切れずに書き続けられるようになってますね。じゃあね、実際に書いてみての感想も言いたいと思います。太軸好きっていうこともあるんですけど、すごい持ちやすくて書きやすいですね。ラバーで安定して滑りにくくもなっていていいですね。ということで、こちらの作業用動画で1時間使ってみたんですけど、やっぱりね、グリップが持ちやすくて書きやすいなと思います。すごくちょうどいい弾力のラバーになっています。私はね、すごく好みなラバーだなと思います。ということで、今回はゼブラのデルガードタイプ GR を紹介しました。ラバーグリップになっているんですけど、2層構造になっているので安定して持てるし、痛くならないというものになっています。ぜひ気になった方は概要欄チェックしてみてください。では今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では